はい、ピースケ製作所やっていきますということで、引いていきたいと思います。シラスの許可ですね。はい、のガチャになります。でイルカちゃんと、フリートの、黒髪のイロハちゃんの、弟妹ちょっと俺こ女の子だったっけ、イルカちゃんって。女の子だったかな、はい、妹かな、はい、ごめんちょっと、はい、で固有キャラ、まあ、両方シラスでも、フリートでも一応固有キャラ扱いで使えるので、まあ、どっち遊ぶにしても、はい、使えるキャラですよっていう感じの優秀なキャラになってます。はい、まあ、シラスは必須かな、まあ、フリートも野手やるときはねめっちゃ強いんで、はい、使ってあげてください。でカロバ赤原です。まあ秋道一族のあれですね、脂肪をエネルギーに変換させて、めっちゃ痩せて強くなったみたいなキャラでございます。はい、イケメンですね。はい、でまあカンパチの PSR 引ければいいんだけど、まあ、俺45で遊んでても PC までは作れたので、うん、まあまあまあいいかな、うん、いいかな。絶対欲しいみたいな感じの熱量はちょっともうないので、はい、まあ、とりあえずイルカですね。まあイルカ45にしていきたいなと思って、ちょっとハゲ像があんま残ってないと思うので、ちょっとうまい具合にこのバナー確定のところは、イルカちゃん全部出てもらって、カンパチ7回目だけ出てくれればいいかなっていうのがまあ理想ですね。はい、ということで2周以上はしないので、うん、まあ、出た分で頑張ろうとは思っております。お願いします。まあ、引かないようにしといたの で執念ももうそんな引く気ないかなと思ってます。はい、どっちか来い。 OK、 イルカがイルカに乗ってる。おめえかよ、おめえはいらねえよ。はい、ということで45確定かな。はい、いらねえよお前は、お前 PSR だけ持ってこい。はい、ということでイルカ3枚でかいっすね。 PR で出てるのはめっちゃでかいです。はい、 PR ハゲちょろっとあったはずなので、まあ、選択権駆使すればいけるかな。はい、ということで次が2枚確定です。はい、 30% みたいなのでどっちかが出てほしいんですけど、どうでしょうか。3枚とか出ていいよ。おい2枚、イルカ来い、イルカ安定しろ、安定しろ。おい、なんで紫、紫じゃないのかこれ深みとかマジいらないのでね。あー、イルカ1枚だけ、うん、外れです。深みマジいらないっす。シラスの子ってなんか不遇な子多いな。まあ、ここの2人は全然そんなことないですけど。はい、ということで3枚目バナー確定でございます。おっ、 PSR 来い、PSR カンパチ。あー出ない、これ虹だけかかってるやつだ。うわ3枚、これは来て、全部イルカ OK、 頼むよイルカ、イルカ、イルカ。おいお前じゃねえ、お前じゃねえ、最後イルカ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 。うわおめえ誰だ。はい、ということでまあ母体は確保できましたと。はい、普通に強いんですよね。まあ、で固有キャラ金徳2個になってるんですけど、まあ固有の効果で関係ないですよって感じかな。はい、次が、マナー内のみなので、はい、ピンクの子お願いします。天気の子みたいに言っちゃったけど、待って1枚ぐらい出て SR。 うわマジか、ここマジ渋いんだよなPR、 PR、 PR、 おい OK、PR、 PR、 おめえじゃねえ、おめえじゃねえ、おめえじゃねえ、あ、お前だ、おめえ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 じゃねえ、おめえじゃねえ、おーい、PR1 枚。まあでもイルカでまだよかったわ。はい、ということで、マジガチャ強気だよな。このイルカお願いします。虹はかかってんだけどね、どうすかね。PSR はカンパチ来いよ。いや、どっち。最後が来ない。まあまだ2枚。イルカ、イルカ。いるか。おめえじゃねえよ、おめえじゃねえんだよマジで、どんだけおめえでんだよ。いるか、うわー、おめえじゃねえよ、ふざけんなよお前は50なるから。これ PSR イルカ出るなんか流れな気がしてきたわ。お願いします。
ここ選択権だからまあ出ないだろうな。いやピンクの玉なんだからピンク来いよ。いるか。おめえじゃねえよ。おめえじゃねえんだ SR は。あー、PR ナイス。おー、PR ナイス。オッケー。いいのか悪いのか分かんねえな。はい。まあ結果的に45なればまあ、オーライではあるんだけど。はい、ということでラストです。いや、ここはお前だからな。フリじゃねえぞ。フリじゃねえぞ。仕事しろよ、ちゃんと。ここまで来たら出ろよ、カンパチ。はい。おわ、出た。よかった。よかった。そこは出た。そこは出たなら、まあ、許すわ。イルカなんとかしたいな。で、カンパチはもう多分 PSR でき、おー、PR ナイス。オッケーオッケー。PR が結構救いですね。カンパチはもう、十分出てるので。で、まあ、通常も全然混ぜちゃって、よろしなので。ああ、これ20個売れるのいいよね。ああ、間違えた。ちょっとキャンセルしちゃったんだけど。ただ選ぶのだるい。タップと違うからさ、スマホの。おい、ロード長えな。はい、はい。あ、ここ売却になっちゃうか。間違って売る可能性出てきちゃうか。あれ、ここにいるよね。はい。どうしようか。そんな出たの？偏りすぎだろ。あ、なるほど。PR が逆転してるのね。R、R。あ、てか、カンパチって普通のやつどっかにいるのかな？普通のめっちゃいるな。どうしよう、3枚ぐらいでいいか。R10 枚はでもまあ出てるかもね。で、カンパチ、あー、ごめんごめん。YouTube NG だった。カンパチ、どうしよう、どうやって混ぜるこれ。あー、なるほどね。結構あるな。45はいけるか。ちょっとイルカが心配すぎるので、とりあえずしっかり作っていきたいと思います。頼むよ。とりあえずこれで2345。うわ、1。で、ちょ、もう死んだんだけど、俺的にもう死んだんだけど。うわ、ちょっと生き返った。これゼロくせー。おこれはもう一個作れるか。いや、ぶっぱでいいでしょう。まあ、このあとね、翼ちゃんとかが多分来るんですけど、いいです。俺はイルカに全勢力を込めます。これで、どうしよう。1、2、3、4、5。いや、マジ通れよ。3はいって。2。これ2段階通れば勝ち。2段階通れ。うわー、マジかよ。
どうしよっかな。まあ、選択権1枚でしょ。だったらハゲゾを狙った方がいいよね。ハゲゾ、ハゲゾ。まあこれ30連するか。いやこっち引くよりね、絶対30連引いてハゲゾもらった方がいいと思うんだよね。350、550か。まあ100個どっかで稼いでくればいいのね。わかった。じゃあそうするわ。じゃあカンパチ解放して終わりまーす。なんでこんなん出たの？マジ出すぎなんだけど、ほんと勘弁してよ。そんなにお前求めてないんだよ。脂肪燃えて調子乗っちゃったんでしょ。バカ誰が。4。どうしようこれ。PR1 個食わすか。これ取っとけるけ？いや、取っといてもさ、覚醒しなきゃいけないじゃん。それがめんどいんだよね。覚醒めんどくさいから、俺は混ぜたいんだけど。ESR あるしね。なんでこっち、こっち、しかも嫌に解放取るな。急に飛んだな。混ぜちゃう。全部通るんかい。でカンパチ、カンパチって普通のやつの方がいいのこれ。今回出たやつの方がいっぱいいる、もしかして。いや俺カンパチいっぱいいると思うんだよな。なんかちょいちょいミキサーかけてるような気もするんだけど。ちょっと誰かに五条さん、五条さんとさ、なんか交換してくんない誰か。あれカンパチ、あカンパチじゃねえよこれ。河本さんだった。カンパチどこ、これ名前順になってるか。えどこ、あ、いた。でも SR いないな。SR さっき見たよね。で、解放と、あ、いないんだ。意外と。あ、いないね、意外と。PR はいっぱいいるけど。混ぜてるな、俺。とりあえずじゃあ。2枚混ぜまーす。おい、ブブーよマジで。4で PR6 枚か。とりあえず1枚ね。意外といい、いい枚数だったりして、これ意外といい枚数な気がしてきたぞ。解放がクソすぎて。あ、R が2枚ある。1個でも通ればめっちゃいいんだけど。おい。ってことで、なんで 6？ いや5だよ。止まってくんないんだね。で、もう一個プラゴ作りたいです。全部通れ。全部通ればプラス8ぐらい。OK、プラス8。
で、どうしろと。え、この、待って待って、枚数微妙いなくないどうしよっかなー、これ。これ混ぜたいんだけど。あ、でもこれ。え、こう。マジか。マジか。まあまあ厄介だぞ、これはこれで。あー、おばー、終わったわ。終わった、危ねー。ということで、ちょっと覚醒しなきゃいけなくなったな。覚醒しなきゃいけなくなって、石をどっかから100個持ってきて、まあ、安い石買えばいいんだけど、うん。まあ、とりあえずかき集められそうなんで。これはイルカ確定。うん。まあ、一応45、50では遊べそうなので。うん。まあまあいいかな。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回のチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。はい。バイバイ。